ファッションコーナー正解ありがとうございます。ということでですね、始めました、始まりました。ありがとうございます。ここはね、一応文章も変わるね。はい。行きましょうか。クルーズ TV 商品紹介コーナー。はい。この番組は、東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオよりお届けいたします。はい。基本的には、サーフィンとか、ボードとか、モーターサイクルとかね、そういうところから出てきたものですね。結構シンプルでね、何でも合うと思います。すごく可愛いと思いますのでね、もしよかったらご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。すごく可愛いですね、似合ってたしね。はい、もしよかったらめちゃめちゃね、はい、すごくね、もしよかったらご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。お値段の方ははい、税込み4,400円です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きましょう、商品いきましょうか。ポリスターメンズ T シャツ。アバクロの姉妹ブランドとしても有名なカルフォルニア発のブランドポリスター、カルフォルニアのポリスターでの直接買い付け商品です。2000年にスタートしたアメリカカルフォルニア発のブランド、カルフォルニアのライフスタイル、サーフテイストを取り入れた大人気ブランドです。はい、そうですね、ポリスターですね。こちらね、それもさっき言ってたね、アバクロの姉妹ブランドですね。基本的に、考え方としてはニューヨークとかあっちの東海岸の方は、アバクロ、西海岸の方、ロサンゼルスとかっていうのがホイスターっていう形でね、覚えていただければと思います。LA ですね、なので結構海に近いところなので、海が有名なところなので、だから、その分、それっぽく派手な感じなんですけど、これ結構シンプルな方ですね。今日からね、珍しいと思います、ホイスターで。今回のやつね、すごく可愛くて、この裾のところがね、この形がね、そう、全然違うのでね、はい、こういうのもね、いいかなと思います。で、あとですね、合わせ方としてはね、いろんな合わせ方があるんですけど、女の子はショーパンだったりとか、男性だったらスキニーだったりとかっていう感じで、コーディネートするのが一番いいのかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。お値段の方は税込み5,280円です。はい、ありがとうございます。5,280円、安いですね。今日は結構安いのが多いのかな。5,280円ですね。もしよかったらご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、続きましょう。行きましょうか。はい、続きまして、スラッシャーユニセックスバックパックです。はい。人気スケーターブランドスラッシャーのメッシュポケットと大きくデザインされたロゴが特徴的なバックパックです。メインスペースには B4 サイズの収納感。内側のポケットに充実しているので、普段使い、通勤、通学にも最適です。ユニセックスでお使いいただけるので、プレゼントにもおすすめです。ね、スラッシャーすごく、ね、大きくてね、いろいろ入るんでね、すごくいいと思います。で、なんでまどかちゃんに残ってもらったかというと、ちょっとやってみて。こういう服にも似合いますよっていうのを見せたかったんですよね。うん、すごく可愛いと思います。スラッシャーはですね、基本的にはまあ結構有名になっているブランドなので、あとね、これの赤があるんですよね。赤もあったりとかするんで、はい、もしよかったらね、コメントいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろ入るし、中もね、ちゃんと細かいポケットとかもあったりとかしてね、いろいろあるので、もしよかったらね、こういうのね、1個あるといいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。最近でも本当通勤も通学も結構バックパックの人多いもんね。そうですね、うん、はい、もしよかったら、女の子も男性も、男性も女性も着れるので、もしよかったら、ご検討いただければと思います。お値段の方は税込み8,690円です。はい、安いですね。今日は本当に安いのが多いですね。はい、スラッシャーですね。もしよかったらご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後ですね。はい、彼らのサングラスベッドですね。はい、
ザインとのコラボを果たします。海外では多数の著名人セレブリティが愛用するアイウェアブランドです。はいですね、まあ、彼らですね、彼らはですね、結構ね、うちの扱ってるサングラスの中では結構お安い方だったりとかするんですけど、でも結構おしゃれだったりとかするっていうのが結構ね特徴だったりとかする。ティアドロップですね、基本的にはね。はい、なんで、顔、小顔効果があったりとかするので、こういうのをね、つけるとね、一個する、海外セレブみたいになるね。はい、もしよかったらね、本当にかわいいのでね、まあ、一個ね、あるといいのかなと思いますので、ぜひぜひね、コメントいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。頭とかにつけてもかわいいかもね。そうですね。もしよかったらね、ちょっといいなと思いますので、よろしくお願いします。お値段の方は、はい、税込18,700円です。はい、よろしくいたします。うちの方では本当に安い方です。サングラスはね、6万とか、10万とかもあるんでね。はい、そういうのに比べると、そういうのに比べると安い方だと思いますのでね。はい、もしよかったらご検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。レディーガガさんがね、つけてくださいですね。海外の、ではレディーガガさん。はい、もしよかったらご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ファッションコーナーのお時間でしたが、どれが良かったですか、ザキコは。ザキコは、分かってるでしょ。もちろん、キャップです。キャップですね、可愛いですね。そうそうそう、あのね、こういうの被ってるザキコよく昔な、はい、今日はね、崩れちゃったね。そう、ちょっと、私ね、何が好きかって、このワンポイントに赤のね、ハートがあるので、そうよね。で、ちゃんと後ろでも調節できるようになってるし、好きだろうなと思ってね。待ってます。買ってほしいんだろうね。私も同じでこのキャップがすごい気に入ってるんですけど、まずお値段も超いい方だし、しかもこの色味が今の韓国系のファッションに合ってると思うんですけど、それにすごい合わせやすいプラス、韓国だけじゃなくて普通の撮影系とか他のスタイルとかでも合わせやすいから、バリエーション豊富だと思います。本当にね、いいと思います。キャップはね、本当にね、しかしもうザッキーがキャップをかぶってるから、あの、イメージないけど、結構かぶるの？全然かぶないです。あー、かぶないんだ。あー、そう、でもね、なんか似合いそうだけどね。夏はいいかも、日差しとか強いから。うん、そうだね、いいね。あとこちゃんは？で、私はリュックになりまして。あー、そうでしたね。これいいよね、可愛いよな。背がちっちゃいんですけど、でもすごいなんか軽くって、そうだね。あのね、絶対にね、これをつけてる女の子、可愛いって言われるからね。ね、うん、ちっちゃい女の子が大きいリュックを背負ってるのが一番ね、可愛いから。しかもこれ、普段ここが太ってもあるし、ここがね、これ見れてる。そう、あの、ここだけだ。そう。ここだけだ。え、違うよ。一つもあるよ。そう。前もあって。前に入れてるとかね。パソコンとか逆にさっき入れたくて、めっちゃポッシャル、これキーいいね、テイコとかね、サンゴいいね、折れずにいろいろなことができる。芸能人の方そうですね、レウスはね、芸能人の方とか結構いっぱい綺麗。今見たらやっぱ木村拓哉さんとか、そうね、多いですね。あとエグザイルさんとか、そうですね、すごくね、いいものなので、もしよかったらね、結構ね、お安く買えると思いますので、うちはね、ぜひ、もしよかったらね、お買いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、今でも特に安いかも。今、円高だから。あ、そうですね。円高だから結構安くね、手に入ったりとかするので、もしよかったらね、お買いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ファッションコーナーでした。どうしたらね、はい。この番組は、YouTube チャンネル、クルーズ TV 内の、番組として配信しています。詳しい放送時間につきましては、クルーズ TV の Twitter もしくは番組開始前の番組詳細にてご確認ください。その他クルーズ TV の情報は随時クルーズ TV の Twitter でお知らせしておりますので、ぜひ Twitter のフォローと YouTube のクルーズ TV チャンネルのご登録もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、高評価、いいねボタン、押していただけると嬉しいです。もしよければね、ベルマークの寿司登録等もね、やっていただければ嬉しいと思いますので、よろしくお願いします。はい、もしよかったらね、気になった商品ございましたら、下の概要欄の方からですね、ホームページ飛んでいただいて、いろいろ見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、また次のクルーズTVでお会いしましょう。じゃあね、またね。バイバイ。